どうも、アルディチャンネルのアルディです。先日、YouTube のコミュニティと Twitter でアンケートをさせていただきました。その内容は、ミニ四駆初心に帰って、この4種類のシャーシからどれを選ぶ?です。目下、ご覧のような途中経過になっているのですが、このアンケートを見ていて、私の中に、一番速いシャーシって何だろうという素朴な疑問が生まれたので、今回調べてみることにしました。エントリーは AR シャーシ以降のいわゆる新型シャーシといわれるこの4種。それぞれシャーシに特徴がありますが、なるべく走行条件が揃うようにセットしました。 VZ シャーシでそのセッティングを詳しく見てみましょう。ローハイトホイールにノーマルタイヤ、超速ギアにノーマルモーター、そして MA シャーシや AR シャーシに付属しているプラローラーをフロントに2個、リアに2個のフォーローラー、これらを全てのシャーシに施し、ローラーベースも合わせてあります。なお、FMA シャーシはリアローラーの接地面が広く抵抗が大きそうなので、 FMA シャーシのみ FRP プレートを使ってリアローラーを装備しています。この同じセッティングを施した4台のシャーシを、前回の動画でも使用したこちらのショートコースを使いテスト。 X4 アドバンスミニで充電が上がった電池を電圧計で電圧をチェックした後コースイン、タイムを計測していきます。一体どのシャーシが速いのか、私も興味津々。測定の順番はシャーシの発売順で行います。さあ、というわけでテストを始めていきましょう。まずは発売順なので AR シャーシからスタート。 AR シャーシは2012年にジャパンカップの復活とともに発表されたシャーシですね。さあ、このシャーシがどれぐらいのタイムを叩き出すのか、この第1走がベースになります。9秒30。このタイムがね、他のシャーシと比べてどうなのかというのが今後分かってくると思います。で、この最初はね、 AR シャーシ発売された当時はもういっぱい買ってね、いろいろやったんですが、最初の頃って結構ね、プロペラシャフトがかけるすぐかけちゃうというのが頻発しましたね。まあ、それはこの AR シャーシの駆動の良さの裏返しでもあるんですけども、ピニオン持ってないと走らせに行けないというようなシャーシだったのが、今はね、だいぶそれが緩和されていますね。どういう感じに緩和するのかちょっと気になる技術ですね。というわけで、AR シャーシのファステストラップは9秒30。続いては MA シャーシファーストアタックスタート。おっと、これは速いんじゃない?明らかに見た目で速いのを感じますね。6、7、8、ドン、8秒83。おお、速っ。いきなり見た目同様速い。この MA シャーシというのは、私が長くミニ四駆をやっていて、一番馴染みのあるシャーシで、愛着があるからね、速いタイムが出ると嬉しいですね。おっと、8秒90、これも9秒切ってきた。さあ、3回目のアタック。この水色のシャーシの色ってなんかいいですね。白い A パーツと相まって、すごく目立つな。いい感じの爽やかな色ですね。そしてタイムは8秒97。3走とも9秒切ってきた。安定ですね。8秒83。このタイムを抜くシャーシが現れるのか。一番期待の高い FMA シャーシ、現在のね、素組みレギュレーション BMAX シーンではほぼほぼ天下を取ったと言っていいこの FMA シャーシなんですが、あれ遅くない、これ。え、マジでこんなに遅っ。これ作るの間違ったかな。10秒77。このね、見た目の遅さで1
回ここでチェックしたんですが、作りは完璧。でもなんでこんな遅いんだ。ちなみに、片軸3台のマシンは同じモーターを使っています。だけど遅っ。また10秒台。10秒90。もうすぐ11秒台いくよ。3走目、心配。でもなんでこんな遅いんだ。 FM シャーシね、リアローラーが付属だとちょっと設置面積が大きいので、今回はプレート使ってリアローラーを変えてるんですが、それが影響してんのかな。嘘だ、むしろ速くなるはずなんだけど。10秒77という記録、驚きですね。最後は最新の VZ シャーシ。さあ軽量、そしてねじれがあって衝撃を吸収するというのが売りの VZ シャーシ。早いね、早いぞこれは。おっと8秒台、8秒93、すごい、8秒台できた。この軽量なシャーシから生み出されるキレの良さというのを感じる、感じるですよね。おお、なかなか好感のあるいい感じの走り。また8秒台、9秒切ってきた。さあ続いてどうだ。3回目、まあ3走目でタイムが上がるってことはないんですが、まあそのねタイムの落ち方の差でね、そのこの走りの抵抗というのが分かるんではないでしょうか。9秒10、9秒切れませんでしたが、なかなか好タイム、2位で VZ シャーシフィニッシュです。驚きの結果すぎてテストの公平性を疑ってしまい、ここでモーターの回転数をチェック。なんとタイムトップ MA シャーシの両軸モーターが全然回っていませんでした。他の3台は同じモーターを使っていたので、あそこまでのタイム差が出たことに驚いています。この流れで速度もチェック。マジンガー Z、 無敵の力は僕らのために、正義の心を変えた、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ抱き込んだストレッドファイヤー、マジンゴーマジンゴー。まさかの MA シャーシが一番遅い速度という結果になりました。いやー、バックの BGM と同様驚きを隠せません。今回のテストはご覧のようになりましたが、個人的にとても驚いています。まさか FMA があそこまで遅いとは思いませんでした。考えられる原因としてはホイールベースの長さでしょうか。今回のこのコース、半分以上がコーナーという、実は意外と過酷なもの。その中で今回のシャーシで一番ホイールベースが長い FMA シャーシ、83mm のホイールベースに高グリップのノーマルタイヤという組み合わせは、今回のコースでは難しかったのかもしれません。同じく 82mm とロングホイールベースの AR シャーシも、スピードチェッカーでは一番速度が出ていたものの、実際のコースではタイムは伸びませんでした。一方、今回最速タイム MA シャーシのホイールベースは 80mm。 回っていなかったモーター、速度計でも一番遅い MA シャーシが最速タイムを叩き出したのは、その駆動の良さとモーター1等のシャーシ設計のバランスの良さが、今回のコーナーが多いレイアウトには強かったと見るのが妥当でしょうか。同じくホイールベース 80mm の VZ シャーシも僅差の2位と健闘しています。それにしても遅い FMA シャーシ、これはシャーシの新しい金型を試してみるのがレーサーというもの。そしてもう一台、私には試してみたいシャーシがあります。というように、今後はこの方式を利用して
グレードアップパーツの効果を実際のタイムへ置き換えて紹介し、ミニ四駆の基本をマシンを作りながら学んでいく連載を新たにスタートします。簡単な改造でレースに勝てるマシンと楽しいミニ四駆ライフをテーマに、これまで以上に充実した連載を企画していますので、どうぞご期待ください。そんなわけで話は戻り、最初のアンケート。皆さん、今からミニ四駆を始める気持ちになってみて、どのシャーシを使ってみたいですか？今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。